サムライジャパン世界一。まあスモールベースボールということでそれを、掲げてやったんですけども、成功するかどうかわからなかったんですけども、もっと違うやり方も当然あると思うんですけども、少なくとも高校野球の代表がですね、ああいう野球をやれば世界的には通用するんだということを示せたということはですね、本当に良かったと思います。もっともっと選手の選考にしてもいろんな選考の仕方があるんじゃないかと思うんですけども、それはそれでいいと思うんですが、私は監督に、要請されたときにですね、そういう野球をやっていいですかということで了解をもらって、そういう選考をさせていただいた。特に足の速い選手で守れる選手、そういった選手を集めてどれだけ戦えるかということを世界に示してみたいんだということをやった結果ですね、スタッフのあと3人のコーチの方々、それとアシスタントコーチ、選手の頑張りによってですね、こういう結果になって本当に嬉しく思っております。最初からチーム力で勝つっていうことをずっと目標にして、選手たちはやってきてたんですけど、選手たちだけじゃなくて、サポートの方だったりとか、応援でもそうですし、現地で応援してくださった方、日本でテレビ越しで応援してくださった方たちがいてのこの初優勝だったなっていうふうに、この空港に帰ってきてたくさんの方に迎え入れていただいたときに実感しましたし、すごいありがたいことだなっていうふうに思いました。チーム結成したときにですね、そういう、スローガンというか、こういう形でやっていくよと、世界には150キロを超えるピッチャーが何人もいるしですね、テレビで見るのと違って実際ゲームやると150キロいかないピッチャーでも微妙にボールがですね動くというかですね、そういうピッチャーがいてなかなか簡単には僕は打てないと思ったんです。それと7イニング制なんで、昨年7イニング制の難しさというのを感じておりましたし、4回までにとにかくリードしとったらピッチャー追い込んでいったら勝てると、逆に4回までに先にもう点取られると非常に苦しい戦いになるんですけども、そういったことでやっていけば、今のルールから言えばそういう野球の方がその大会ではですね勝てるんじゃないかというふうに思ったもんですから、ミーティング等でそういうことを常に言いながらやって、本当に選手たちが失敗もいっぱいあったんですけども、バントなんかも失敗もあったし、いろいろあったんですけども、一番感じたのは、やっぱり野球はピッチャーだなと、つくづく思いました。最後の試合、前田君がね、頑張って投げてくれたんですけど、やっぱり野球はピッチャーですね。ピッチャーが良ければ、勝負になるというふうに思ってます。本当に3試合登板させてもらったんですけど、全部優勝に導くというか、そういったところだけを心がけてピッチングしていたので、最後優勝に導けることができて、素直に嬉しく思います。今回の経験、今後の野球人生においてどういった経験になったと思いますか？世界一というのはなかなか経験できないことだと思いますし、それを今回経験できたことは本当にこれからの野球人生においても大きいことだと思いますし、これをいい経験をさせてもらったので、それをいいように生かすのは自分次第だと思うので、これからの練習っていうのも頑張ってやっていけたらいいなと思います。次のステップっていうこともあると思いますが、今後どういった練習積み重ねて今後生かしていきますか？外国のバッターと対戦させてもらって、すごくパワーのあるバッターもいましたし、粘りのあるバッターもいましたし、いろんなバッターと対戦することができたので、これからまだまだもっといいバッターと対戦する機会というのが増えてくると思うので、それにも負けないようなピッチングというか、それをできるように日々の練習から
心がけて高い意識を持ってやっていけたらいいなと思います。まあ、こうやってたくさんの賞をいただいたんですけど、まあ、その裏にあるたくさんのサポートだったり声援だったりいろいろな方に支えられての賞だと思うので、すごく そういう支えてくれた方々に感謝したいなと思います。いやまあでも自分は本当につなぎの、バッターだと思っていたので、一本一本のヒットが出塁がすごくチームにとって大切だと思っていたので、一つ一つの出塁だったり、安打が、ものすごく自分の中では記憶に残っています。本当にあのおっしゃる通り、昨日の最後一人一人言葉を、スタッフも含めて全の場で話したんですけど、そこでも世界一と日本一を取れたのは本当に僕しかいなかったので、もう本当に最高の経験をしてさせていただいて、まあもう本当に幸せ者だなと思います。いやもう本当に、みんな明るくて、優しくて、まとまりがあって、まあ、野球だけじゃなくて本当にこれが一緒の友達になると思うので、また、まあ、次のステップでも、対戦することもいっぱいあると思いますし、まあ本当に大切な仲間ができたんで、ずっと付き合っていきたいと思います。いや本当に密度が濃すぎて、ちょっとまだ自分でも、一つ一つ噛み締められてないところがあるので、まあ、帰ってから本当に存分に喜びを、噛み締めたいと思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、自分は、まあ、自分のやるべきことをしっかりやろうというふうに思って、まあ、望んだ結果、まあ、いい結果が残したので良かったと思うんですけど、まあ、それよりも、まあ、このチームで世界一を目指すというところでやってきて、まあ、世界一になれたというのはそれが一番自分の中で一番嬉しいなと思いました。まあ、最初はまあ緊張感とかあったんですけど、まあ、それをしっかりまあのごまして、まあ短い期間だったので、まあ、しっかりみんな仲良くやろうというふうに思ってやってました。まあチーム結成してですね、日常生活、朝の起床からいろいろ練習風景、グラウンド整備と見ててですね、このチームは本当にいいチームだなというふうに僕は感じてました。だからある意味ですね、密かに期待はしてたんです。ベンチの掃除、まあ本当にキャプテンも 数名というか相当数いるんですけども、そういうことが分かってて、12万8000人の高校球児の代表として世界大会に臨めるチームだなというような気持ち持ってましてですね、なんだそのホテルの生活とかそういったことで、問題もなかったし、挨拶等もですね、もう立派な挨拶みんなできるし、これは本当にいいチームだなという思ってました。でまあ彼らがですね、ここでワールドカップでこういう経験をして、また将来日本の野球、アマチュア野球、プロへもしかしたら行ける選手もいるかも分かりませんけど、そういった意味でこう、ね、全国のこうリーダーになれるようなですね、プロアマ問わずそういった選手になってもらいたいと思っております。ずっと、高校3年間日本一を目指してやってきたんですけど、今度は世界一という大きな目標に変わって、悲願の世界一というところをチーム結成してから全員が口にしていた部分で、自分もすごくそこに関してはすごく燃えていた部分だったので、本当に世界一だけを、見て全員でまとまって、戦いに行ったところが、まあ、結果的に本当に世界一というところを果たしてすごく喜べたというところは本当に、良かったのかなと思います。まあ、本当苦しい試合だったり、緊迫した場面だったり、すごく苦しい状況が続いた中で、まあ、チーム力っていう小林が言ってたように、そこで乗り越えられたことが、まあ、本当に世界一というところを、最後あと一歩のところを、踏み出したところだったのかなと思います。まあ、自分は大阪の決勝で負けてしまって、日本一というところの目標は達成できなかったんですけど、そこから世界一というか U18 に入るというところから、ずっとそれに向けて練習していて、まあ、なんとかいい結果も残せましたし、チーム的にも最高の結果というか世界一というところを達成できたので本当に嬉しく思います。
今大会も決勝で言っても、ピンチの場面も何度かありましたし、苦しい試合などが多かったと思うんですけど、そこをなんとかこのチーム全員で粘れたというか、本当に、いいチームだなというふうに思いましたし、優勝にふさわしいチームというか、そういった思いはありました。そう、自分がずっと目標にしてきたチーム力がもう絶対負けないんじゃないかなというふうには思います。自分がそのキャプテンを任せていただいて、やっぱりまとまりがある方が絶対に勝利に近いのかなっていうふうに思ってましたし、プレー面じゃなくてやっぱり生活面だったりとかっていうところが野球に出てくるっていうふうに自分は思っていたので、生活面からしっかり、コミュニケーションもそうですし、メリハリっていうところをしっかりつけて、それが野球につながるようにっていうところを意識しちゃってました。そのチーム力が今回の大会でこう出たなっていうのを感じたところがありましたか？常に感じてはいたんですけど、打線でもしっかり一人一人が自分の役割を頭に入れてつなぐ打線であったりとか、ミスも出たりしたんですけど、全員で踏ん張って、失点ゼロに抑えたりとか、踏ん張れた場面っていうのがすごい多かったので、そういうところがチーム力が出たんじゃないかなというふうに思います。